これから学校のあり方について、学生としてどうやっていけばいいのかということを学ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田島川の下流、海から200メートルのところにですね、私の工場、店、自宅とあったんでございますが、残念ながら全ての財産を失いました。放てば長くてですね、美しい、誇りある伝統豊かなこの我々の町をですね、たったの10分で廃墟にしてしまいました。瓦礫の中にですね、闇市を建てても立ち上がると。これをですね、我々地域の商人たちがやらなくてはいけないと。で、防災朝市ネットワークというのがありましてですね、復興名店街運営組合となってますが、復興市の復興を問わせてもらっております。お約束通りにテントも来ました。17針全国の商店街が持ってきました。そこに七輪がありましてね、あとまあガスバーナーもありましたから、そこでしばらく食いで魚を焼いて食べたんです。おいしかったこと、おいしかったこと。役場ができたあのプレゼントアリーナの近辺でやってました。三三商店街2周年記念復興市に最高来た時は2万2000人です。この3日間に1日2万人ずつのお客さんにお越しいただきまして、2月25日の大雪の日でしたらね、この間のようなこのような大雪でした。それで、やったんですが、もった以上お客さんに来ていただくことになりました。南三陸町全体はそういったような皆さんの心が温かいご支援のおかげで生きておるということが確かです。まあ国ですね、経済産業省の改革なんですけど、それから県の皆さんが使っていいんですか、どなたが使ってもいいんですよという村井さんがそうおっしゃってくれました。その姿を見せつどうせなくなったんですか、どうせなくなったら新しい町を作った方がいいですよ。そこにですね、若者が来て、歌って踊ってですね、従業員を抱えているということは社会的に責任があるわけですよ。事業主として再興する、それから家族を養う、これですよ。これがね、やっぱりそのきっかけになる。それをみんな持ってますよ、この町の人には。本当に貴重なお時間、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。南三陸町、よろしくお願いいたします。どうぞ。ありがとうございました。